だから僕がやります。待て、シュルク、お前には無理だ。シュルク、ラインダンバーさん、背中は任せとけ。今は何も考えるな。モナドが見せたものを信じて戦え。はい。やば、面白い、このゲーム。モナドアーツを使ってみよう。え、モナド発動すると、あ、モナドバスターだ。シャドウアイ、シャドウアイ、まだモナドアーツは発揮できませんから。それでもすごい攻撃力だな。おい、貯めるにはまだ時間はかかる模様。ほら、もうこれでも全然対抗できるもん。さっきまではこかしてじゃないとどうこうできなかった相手が、まるでサクサク豆腐のようだ。そろそろたまるんじゃない？待ってたぜ。あ、めっちゃ飛んでる。待たせたね。あ、計算してる。え、ちょっと待って、どうしよう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 。レバーガチャすれば治るかな。あ、直してくれた、ありがとう。よし、モナドバスター、水曜とどめだ。楽勝だったね。こんな奴ら兵でもねえぜ。では先に進むか。あ、こっち、まだ先があるんだ。あー、どこ行け。あ、まっすぐだ、まっすぐ切り抜けろ。こっちだ、坂の上だ。いい感じ。周りの奴ら全員倒してきてやったぜ。坂じゃなくてここらしい。行くぞ、二段飛びだ。あ、居住区ここだった。この騎士兵、顔があるのか。ナモン、こけ落としたぜ。そうか、モナドの力があれば。ね、この人の、え、ブラックフェイスっていうの、この人の顔怖いよな。え、モナドでも1とかなの。あ、出た、これでいけるんじゃない、モナドバスター。あ、やると今終わった、これ終わった。ダンバーさん無理です。あー、しまった。ダンバーさん助けてください。これじゃ倒せば、ま、何、モナドが効かない。おい、どうなってるんだよ。なぜだ、鬼神兵ならいともたやすく立てたモナドが。なんだあの光の筋は。他の鬼神兵にはあんなものはない。まさかあの光の筋がモナドで切れないことに関係してるのか。シュルク、ライン、下がれ。ここは俺が引き受ける。無茶だ、あんただってもう。Yeah.
俺たちどうしろってんだよ。顔のある鬼神兵にはモナドが効かない。ストリームエンジン、わかってる。ワイルドダウン、頼むカバー。おう、マイル。あ、ダメージめちゃくちゃ入った。いい動きだった。焦がしたからね。今モナドよ、ケイモナドよ、バッサー。フィオラ、気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。よう。あれからダンバンに会ったか。うん、俺はまだ無理そうだ。強いな、お前。そんなことないよ、逆に慰められてきた。そっか、そういう人だもんな、ダンバンは。うん、モナドがなくたってあの人は強い。あの、シルクか。体なんともないか。はい、僕は大丈夫です。それより、あの、俺は泣くつもりはない。え？1年前、俺は今日と同じくらい深い喪失感を味わった。体験の警告での決戦ですね。あの戦いでたくさんの仲間たちが帰らなかった。動けない体でここへ運ばれてくるまでの間、あいつらのことばかり考えてたよ。だが泣かないと決めた。あの決戦で死んでいった彼らには守りたいものがあったんだ。家族や恋人や故郷、それらを守って戦ったんだ。そして勝利した。どんなに辛くても悔しくても悲しむことはない、そう思うことにしたのさ。ダンバンさん、シルク、フィオルンは後悔していないはずだ。あ、あいつは俺たちを、いや、お前を守りたかったんだ。そしてお前は生きている。だから俺は泣かない。
はい、フィオルンがくれた命、そう思って大切に生きていってくれ。頼む。まだ分かったとは言えません。でも分かりたいと思います。それでいい。俺もずっと分かろうとしている途中だ。フィオルンがくれた命を大切にか。やっぱりあの人は強いな。僕は決めたよ。え？命の使い道、あの顔のついた鬼神兵を追う。シュルク、あいつらがこのコロニーを焼いてフィオルンを、僕は必ず見つけ出す。見つけ出して必ず倒す、あいつらを。笑うとこ。悪い、おかしくってさ。まさか先に言われると思ってなかったぜ。ラインも？ああ、同じこと言おうと思ってたんだ。意外だよ。説教されると思った？命を大切に使うってそういうことじゃないとか。そうそう、そんな感じ。絶対そう来ると思ってた。頭の中に二人の僕がいるんだ。一人はそう言ってる、ダンバンさんの言葉をちゃんと聞けって。もう一人は？あいつらを許すな、あいつらをやっつけろってずっと怒鳴り続けて。それもこっちの方がずっと声が大きいみたいだ。そりゃきっとシルクの中に住み着いた俺なんじゃないか。納得。道理で声でかいわけだ。だろう。いつ出発する？もちろん今だな。行くか。フィオルン、